こんにちは、バランです。今日は4月は桜の季節なので、今日はワイヤーを使って桜のパーツを作ってみたいと思います。今日使うものは透明のレジン液、タカラネイルレジン着色剤ホワイトとピンク、ファジコさんのソフトモールド丸プレートを使っていきたいと思います。今回使うのはこの直径25ミリの型です。それから今回桜の形を作るのに細めのワイヤーを使っていきたいと思います。5センチくらいに切ったワイヤーの真ん中よりもちょっとずれたところを一回こういった細いペンチのようなもので挟んで、ぐっと曲げます。ここが桜の花びらのギザギザのところになります。これをもう少しキュッとさせたいので、ちょっと手で潰してから、こういったペンチなのでこの先っぽを潰します。こんな風に一回潰してしまって大丈夫です。で、これを少しまた広げます。広げるとさっきよりもここの部分がキュッとなるので、こうした方がより綺麗に花びらが作れると思います。で、この隣をまた挟んでキュッと、こんな風にキュッと曲げます。そしたらまた同じようにここをペンチで挟んで潰します。こんな風に潰れたら一回戻します。で、今度はこの反対側をまたつまんでギュッと折ります。折った時にこっちがまだちょっと緩いカーブになってしまっているので、こっちと同じようにキュッとつまみます。つまんだら戻す。そうするとこんな風にちょっと先っぽがギザギザっとした桜の花びらが出来上がります。このギザギザを作るのが多分一番ちょっとこの動画の中で難しいかなと思うところです。あとはここさえできてしまえば、こういったペン先のようなもののカーブの部分を使って、この花びらの曲線を作っていきます。この間にペン先を入れて、このカーブに沿ってで、ワイヤーをギュッと、そうするとこんな風に桜の花びらが出来上がります。あとはちょっと好きな大きさにちょっと調節をしてカットします。これで桜の花びらが完成です。これをあともう4枚作って5枚の花びらにしていきたいと思います。先っぽを潰すのがちょっと手間かもしれないんですけど、こうやって潰したものと潰さないものとだとやっぱりちょっと仕上がりに差があるので、もしできればちょっとこう先っぽを潰した方が綺麗に仕上がると思います。
ということで、今回は今日本でもお花見シーズン真っ只中だと思うので、桜のアクセサリーのパーツを作ってみました。今自分の中でこういったワイヤーで何かの形を作ってレジンと組み合わせることにハマっています。今回は時期的に桜を作ったんですけど、また別の形を作ってみたり、簡単なものからちょっと手間のかかるものまでいろいろ作ってみたいなと今模索中なので、またこういった形のアクセサリーがお好きな方がいたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またこれからどんどんいろんなアクセサリーパーツを作っていこうと思うので、ぜひ次回の動画も見てください。ありがとうございました。